さあ、彩香ちゃんのストーリーやっていきましょう。中庭からスタートです。忙しい時期ってなんで重なるんだろう。ね、重なりますね。これ全くの初見プレイでやっております。ライブも近いけど漫画の新作も提出しないといけない。ああ。しかも編集者、今回はいつもと違う感じのものを書いてみない？あ、なんて言われちゃったし、いつもと違うものね。いつもと違うもの、いつもは恋愛漫画ばっかりなんでしょうかね。なんでしょう、こんなクソ忙しい時に新しい提案ってみたいなこと思うでしょうね。はてなはてなはてな、だから生徒 A、 だからなんでいつもそうなの。あら、喧嘩かな。生徒 B、 ごめんなさい、でもじゃない。喧嘩というより片方が一方的に叱りつけてる感じか。そう、なんでしょうか。一緒にユニットでも組んでんのかな、この二人。揉め事めんどくさいな。昔からこういうのは嫌いだね。なんかそう、僕も彩香ちゃんと同じ考えですけども、なんでしょうね、なんかなんで今のタイミングで始めたのみたいなありますよね。ちょっと待った。あー、ヒーローが来たぜ。あ、ゆうすけ。あー、こういう揉め事にはね、あのゆうきちゃんですから。かわいそうじゃないか、そんな一方的に。僕が話を聞いてやる。でもこうやってわーって入っていっても、え、あんた誰みたいになるよ。またあいつは熱血ヒーローになっちゃって。そしてね、こういう時に限ってあやかちゃんもそばにいるっていう、もうセットですよ、セット。でもそんなゆうすけの姿がある日の風景と重なる。おお。私たちは三姉妹で、私は末っ子。小さい頃姉にはよく泣かされていた。これはあのアニメーションですね。あの強えあのお姉ちゃん二人でもある日、公園で男子と喧嘩して泣き出した私を助けてくれたのはやはり姉だった。いやー、もうアニメーションのね、彩香ちゃん本当に女の子をしていたというかね、本当に可愛い子ですけども、それをいじめる男子、いじめたじゃないよ、喧嘩、え、男子と喧嘩して泣き出した私助けてくれた。いや、もうなんで喧嘩したんでしょうね、本当に。こう、あの、あんなね、可愛い子と喧嘩する男子の気が知れない、本当に。そんなやつはかっこ悪いよ。そう、今のユウスケみたいに。よし、今度からは相手の言いたいこともしっかり聞いてあげるんだぞ。あ、すごい解決したよ。生徒 A、ごめんね、こっちこそってことね。どういう内容を喧嘩していたのかちょっと気になるな。じゃ、また明日。あれ、あやかすごい、もう先生みたいな感じよ。すごいな、ゆうきちゃむ。よし、決めた。お、なあ、ゆうすけ、漫画のモデルになってよ。ああ、なるほど。そういうなんかね、熱血ヒーローものを描くんですか。僕が？そうそう、いい感じの熱血少年漫画が描けそうだからさ。おー、なんかねえ、あの雑誌社が違いそうだけども、面白そうですね。だから参考までに聞かせてくれない？ゆうすけのこれまでの人生。あら、もうずっと言ってるじゃないですか、サッカーばっかりやってきたって。さあ、そして数日後の夜ということでね。で、ここはこうなって。お、だいぶ固まってきたんでしょうか。聞き出したユウスケの人生、私とは全然違う人生だな。私の人生、私と漫画。これユウキちゃんの人生気になるな。そういえば漫画を読むようになったのも姉の影響だった。あ、これもアニメで描かれてましたね。姉の部屋に並んでる少女漫画を読むのが好きだったんだよね。ドキドキして
夢中でページをめくってたな。あ、可愛かったですね。主人公が恋をして、その恋の行方が気になって本当面白かった。ね、そしてね、読んでるところをお姉ちゃんに見つかって、あ、またあんたはって言って、また展開になって泣かされるんだ、そのループだ。あ、やべやべさあ、そして翌日ですね、漫画は完成したんでしょうか。あやか、漫画できた？見せてよ。おう、はい、どうぞ熱血少年漫画なんだろう。一体どんな風に、うん、ええそのリアクションの意味は、なんだよこれ。お、あれですね、これはイラスト通り、まあ、サムネのね、イラストの通りになってますね。恥ずかしがってます、ゆうきちゃん。さて、あやかちゃんはどんな漫画を描いたのか。だから、熱血ヒーローのゆうすけが、か弱い女の子を助けて、恋仲になるラブストーリー。わー、こら読みたい、こら読みたいなもう、ゆうすけっていうのがね、もう男の子の名前だから。あー、でもいいね。私が描くとやっぱこうなるな。やっぱりね、あの悪を倒すだけじゃ物足りないですからね。そこにやっぱり彩香ちゃんは恋愛要素を組み込える。さすがね、漫画先生ですよ。まあいいじゃん、ゆうすけ、かっこよく描いてあげるからさ。うん、でも待てよ、もう本当にゆういちさんは男の子設定で描かれるんだ、こっから。おーおーおー、いいね。さて、今日も昼間はレッスン、夜は漫画。自分は自分、自分らしくやっていきますか。